今回は前回の続き、 T 型ヒューズ、これを取りに行きますか。で、せっかくなのでこのね、湖沿い進んでいって、内部に結構敵がいるので、そいつらを通しながら進んでいきましょう。じゃあまずは前方の船あたり探りながら行きますか。リベレーターどこだ。あれか、レベル10、そこそこ強いね。しかし一発で倒せる。おっと、後ろから少しは突っ込んできた。すごい勢いだ。動きが早いな。まだいるかあいつか。ふい、決まった。ヒドゥンか。あ、ここ、これがあるんだ。例の怪しいアンテナね。では次は前方。なんかいるかな、あれ。マネキンか？マネキンですね。あれ、メモじゃね？メモだね。あ、向こうにいますね、ミュータント。え、ミュータントじゃない、あれ。グール、少しか。レベル6。あいつから、コション。2体目。残り、目視、あっと、まだセーフ。やつって、デンジャー。クリアかな？ここには、家のメモ、2。お、ここはシンディにプロポーズしたところ。夜空が水晶のように透き通っていて、水は静かだった。彼女は喜んでと言った。ジェフ。R ではありませんね。ジェフか。これか、ジェフ。じゃあ、ぬかちりをもらっていこう。パート1もどっかにあるんでしょうね。メモは。次は、前方の場所。スコーチがいますね。ここはミュータントの巣かと思いきや、ランダムなのかな？まずは一体、ニューギャド。ニューギャド内を一掃するというミッションが始まった。お、来たぞ。痛い。レベル1なので、楽勝だな。前方に一体、あいつやるか？頭狙って、そこにいるぞ。バシッと。やつ撃つ。まだいるか？ここは相当いますからね。多分ボスを倒せば、終わりとなりそうですね。前方に一体、やつ撃って、あそこにいるか？ちょっと遠いか？倒しましたね。ぬかこらカンタも発見。あんなとこに、ケソ出してる。ケソって、どこだ？そっか。水の中に埋まってるな。新手がやってきましたが、やつ撃つ。クリア。160キャップ。なかなかいいね。しかしまだ敵がいる。頭丸出しの、やつを倒す。近いかな？あいつを、ペチッと倒す。まだ生きてる。ショットガン、ショットガンの弾だ。ガシッと、弾越えて。まだ生きてる。うわぁ。デンジャー。奥にいるな。いろいろ回収。そっか。レベル1。チャレンジ完了。20ポイント。パイプピストルのサプレッサーが返されましたね。ベックリーへのメッセージ。ベックリーって、一番南西の街の名称でしたっけ？再生しましょう。ベスト、ベスト。こちら JDD。この村に録音してくれているといいんだが。誰だ？簡単なメッセージを送るのにこんな道具を使うだなんて信じられない。だが、続報を求めたのはお前だ、アーネスト。ほらよ、ギャドは金脈だ。ここにあった街はずっと昔に消えたかもしれないが、ただ最後にいた農民たちが残していった道具じゃ、残ったお宝を掘り当てるまで長いことかかりそうだ。ダムが決壊して水はほぼ一滴も残っていないし、あちこちの土の中からお宝が顔を出してる。もう自分の家を建てたんだ。大したものじゃないが、ハイエナ野郎どもが現れてお宝に殺到する前に縄張りを確保しのくつもりだ。だからお前の手を借りたいんだ、アーネスト。ベックリで仕事を探している連中を抱えているのは知っている。アーネスト、機械が働き者の甲府の仕事を奪っているのは聞いている。耳を貸す者に伝えてくれ。ニューギャドに来て手を貸してくれる者には石炭掘りでもらっていた倍の手当を弾むとな。奴らが使っている穴掘りだが採掘道具もあれば大いに助かる。護身用
意してもらわないとな。すぐ近くに誰かが小屋を建てた。これからは混み合う一方だ。どうやらここの地下にいろんなお宝が眠ってると言ってんのかな。そんな感じではありますね。ここにねメモがありますね。すべてを壊せ。4チャック、盗まれないように物を隠すことにうんざりだ泥棒どもめ。例の古い金庫を覚えてるだろ。あれをボートの上に上げてくれ。鍵は RV にある。レンの薬物作業台の隣だ。気づかないだろう。誰にも言わないように。これは金庫の鍵の位置かな。薬物作業台の隣。なんかお宝あるという話ですが、あるのかな。これですね、ニューギャドの金庫の鍵。あとは船の上に金庫があるという話ですね。お、10ミリピストルもサプレッサーが解除されたかな。いろいろ解除されてますね。これかな。これだ、金庫。ああ、設計図、シングルアクションリボルバーと同時に誰かがミサイル落とした。ここでここは完了かな。また向こう側調べて次に行きますかね。トイレを開けたらなんかメッセージが書いてありますね。なんて書いてある。フッパ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 って何ですか。弾薬ボックスがこんなとこに。なんだなんだ。ここは誰かが取得済みか。あら、誰もいないな。じゃあもらってしまおう。チャレンジ完了。レベルアップしましたね。メモ発見、これか。後半の家のメモ、これですね。ちょっと怖い感じの。ラジと一緒に初めてこの湖畔に引っ越してきた時のことを覚えている。とても特別だった。今は臭くて朽ち果てた何々気しかない。ちょうど彼のように。これはグール化してしまったようなそんな感じのメモですね。このメモのね、鉛筆書きのような感じのあの文字、あれがすごくねいい味出してますよね。水を飲む。あとはレベルアップしましょう。で、ちょっとお遊びでこれを取りますか。十分な食事や十分な水分の効果が上昇する。多分ステータスアップですね、これね。これをしとく。メモが落ちてますね、ここ。投票所、これ何て書いてありますか。エンドアースメントプレジデントユナイテッドステイツ。自動投票用紙に関する情報かな。うん、ちょっとわからんね。ちょっと再びこちらによって、 BUS にひどいことをされたという人物のちょっとロゴを見ていきますか。何かわかるかもしれない。ではロゴを確認。エイミー・ケリー、個人日誌、人類が全滅する1年ぐらい前かな。ボルトテック大学にいたようですね、このエイミー・ケリーは。山小屋に一人で暮らしていたと。ボーイフレンドのジェフ、またジェフが出てきましたね。ああ、これレスポンダーのジェフだ。このエイミーは環境をモニタリングするためにいると。レスポンダーの人たちはとても好きだが、しかし仲間にならないか誘ってくるのはやめてほしいと。一人がいいんだと言ってるようですね。ジェフと付き合ってるため毎回なんか誘われるようですね。危うくモールラットに足を噛み切られそうになったと。やっぱりジェフの言うことが正しいのかもしれないと。一人で暮らすよりはね。ついにモールラットに噛まれてしまった。それもきついやつ。ああ、美容室が何度も現れて補給品を要求してくるんだ。で、それに腹が立ったと。そういうことか。BOS を憎んでるというのはね。で、レスポンダーの誰かが BOS に対してこのエイミー・ケリーの環境観測プログラム、これのことを話してしまったと。マリア・チャベスはフォローしようとした。 BOS はまた来ると言っていた。次に来るときは全てを知りたいと。 BOS は何を知ろうとしていたんだ。スコーチを倒すヒントになるかもしれないと考えたんですかね。で、ある日 BOS はこのエイミー・ケリーのプロジェクトを詳しく聞こうとした。銃を突きつけて。もう結構切羽詰まってるんでしょうね、 BOS も。で、一部のデータを共有したと。しかしエイミー・ケリーの場所は知らないふりをした。マリアが
で、美容室が欲しがってるのはデータではなく、技術そのものかもしれないと。で、エイミー・ケリーのセンサー設計を何らかの警報システムや武器に転用できると考えている可能性があると。BOS が勝つためなら何でもやる。最後のログ。ケースはパワーアーマーで、ドタドタ歩き回る音が聞こえた。もうここにはいられない。で、この後エイミー・ケリーはどこかの場所でね、倒れてますね。これはこのクエストを進めればわかりますが、これはジェフとエイミーの日記ですかね。やりとり。やっぱ環境プロジェクトというと、アトラスあたりがね、思い浮かべますね。あのとんでもないプロジェクト。クレアとも連絡を取っているようですね。イニュキュレーション計画を進めるためにデータを活用させてもらうと。サンジェイとも連絡を取り合っていた。サンジェイのホロテープはこの地下にありますよね。次の目標はそろそろかな？とりあえず水を補給して、効果を確認しますか。十分な水分補給。AP 回復が高まる。あとは病気の耐性がつく。食事は最大ヒットポイントが増えると。なるほどね。ここですね。おそらく。敵もいますね。あれグールか？スコーチか？スコーチを倒していく。やつって。あちらにもいる。ここは正面入り口。鍵は必要。こちらの地下から入れるんでしたっけ？そうですね。ここはね、なぜこんな感じでね、地下道が掘られているのか。ちょっと謎ですよね。ああいう死体が置いてあるし。目標のブザーはこちら。これで戻れば、クエスト進行ですね。ターミナルがありますね。グレッグのターミナル。あとはボブルヘッド。まずは金庫開けるか？いや待てよ。ターミナル先かな？こちらにアクセス。あー、失敗した。これが採掘機か。これをブリーンって回すことで、地面が掘れたんでしょうね。なるほど。ツルハシで掘ったわけではないのかな？さすがにね。掘れないよね。ツルハシでね。しかし何を掘ろうとしていたのか。成功！俺のメモ。45日目、バージョン 0.34。ようこそグレック。見てみよう。バージョンメモ。前側についていた回転ツルハシを外した。岩に当たるとすぐに壊れるが、機械を一時停止させてしまう。やっぱり先ほどの岩を掘る機械、あれをアップグレードしてるようですね。で、どんどん掘ってるのかな ?48 日目。で、いろいろ掘ってる中、向かい側にいるミス・ウィザーズも文句を言いにやってきたと。揉めてるようですね。さらにバージョンアップかな ?3 つ目のメモ。55日目。ああ、このグレッグは、この自動採掘機、これを作っていたんですかね。で、炭鉱作業長が注文してるのかな？採掘道具のことはいくらでもできるが、コンピューターは辛口ダメのようですね、このグレッグは。最後のメモ。悪夢だ。裏通りで、例のプロテクトロン、工業ドリル、セントリーボット、ハイブリッド機を見せようと思っていたら、危うく作業長の頭をえぐり落としてしまいそうになった。もちろんその場で契約は破棄された。俺の人生はおしまいだ。これで水の泡だ。すぐに対策を考えないと。何もかも失ってしまう。あの金持ちで気難しいミス・ウィザーズが知ったら大喜びするだろうな。これで終わってますね。じゃああれかな。ツルハシで殴られていた女性？あの地下でね。あれが隣のミス・ウィザーズかな。もう一回見に行きますか。この死体がミス・ウィザーズ。で、これがグレックかな。ガーって掘って、ミス・ウィザーズをうわーって倒したんかな。ツルハシで。で、ミス・ウィザーズはここにピストルを置いてましたね。迎え撃とうとしたのかな。まあ、なんか言い争いになって、喧嘩になったんですかね。そんなところかな？とりあえず。
じゃあ戻りましょうか。山沿いに行きますかね。前方はアークトスファーマかな。では戻ってきました。メディカルセンター、まずはこちらかな。ヒューズを交換する。そしてこれにアクセス。これで分析する。分析完了。内部に入ってワクチンを投与すると。そうか、実験は成功しなかったということは、あっと、クレアの声が聞こえますね。今の声はどこから聞こえたんですかね。ちょっと聞き取りにくかったね。まあ次はチャールストン消防局、ファイアーブリーザーの生存を確認すると。今ワクチンを打ちましたが、初めて打たれた人物なんですかね、我々が。監督官もワクチンを打ったのかどうか、打ってないのかな、どうなんでしょうね。気になりますね。じゃあ今回は最後にチャールストン消防局行ってログをちょっと確認しますか。いくつかあると思うんでね。こちらですね。久しぶりだな、ここに来んのも。チャールストン消防局。当時はね、ほとんどログも読まずに過ぎ去ってしまいましたが、クエスト開始、イントゥザファイア。内部にすればミュータントがいましたっけ、なぜか。このターミナルはファイアーブリーザーマスターターミナル。あとはログありますね。マディガンの偵察報告書、ガラハン。これはカンニングシート。じゃあまずはターミナル。あ、これはまだ見れないんだ。受からないと無理かな。これを再生しましょう。ガラハンね。記録しても構わないわね。お前がキャプテンだ、メロディ。俺の許可はいらない。で、そっちはどんな様子、ハンク。サバイバーをさらに見つけた。こちらを見た瞬間に撃ってきた。残りの奴らと同じだ。まったくの予想通り。ブレアさんの南にはまともな精神の奴はいないよね。他に何か。予想よりも早くに灰が積もっている。だが先行チームが作った地図に頼っていけば、少なくともこれ以上チリジリにならずに済みそうだ。だったら失ったのはウェルチ、ベックリー、ルイスバーグとその周辺のものだけね。不幸中の幸いってとこだわ。ああ、それから本当にいいニュースだ。ガラハン工業だ。いい知らせに続いてガラハン工業の名前を聞いたのなんてもうずいぶん昔よ。マジかよ。しかし奴らの作ったエキスカベーターアーマーと来たら会社を傾かせたって。噂じゃとんでもなく頑丈で、現場にはまだ設計図があるらしいぞ。ああいうものの作り方を考えついたら、パトロールがどんなものなのか想像できるか。地元住民だったら、うまくすれば先に撃ってくる気はないかもしれない。ビンゴ。数日くれたら戻ってみて何ができるか様子を見てみる。いえ、ガラハンは後でいい。あなたは休んで、モーガンタウンに向かうの。あのエキスカベーターアーマーがまだあるはず。さあ行って。今のはパワーマンの情報ですかね、ガラハン工業の。しかしなんかモーガンタウンに向かえと言ってましたね。モーガンタウンにもあるのかな、エクスカベーターがね。で今なぜかモールマイナーがいましたね、一体ね。あとは先ほどのログによれば、石灰の山のね、南西方向、ベックリーとかウェルチとかルイズバーク、まあそこら辺はみんなもう頭がいかれてしまったと言ってましたね。みんなモールマイナー化してしまったのかな。じゃああとこのベンダーを調べて今回は終了しましょう。ここなんか特別なものが売ってるんですかね。特に良さげなものはないかな。設計図10ミリ、これも買っておきますかね。